みんな忘れていた、うん、立憲民主党の代表選挙もありまして、はい、ひっそりとやってたみたいですね、はい、あったんですけど、はい、野田さんに、はい、決定したということで、はい、まあ、これで3年間、はい、次の代表として、うん、次というかまあ新代表として、はい、立憲民主党の舵を取っていくというのが決まっております、はい、これ読売新聞の記事からですね、うん、立憲民主党代表選は野田佳彦元首相が接戦を制した。早期の衆院解散総選挙が取り沙汰される中、首相経験者の野田氏には選挙の顔として期待が高まる一方、野党共闘や党内融和の実現など難しい課題が山積しているということなんですね、はい、で決選投票では直前の演説で吉田晴美衆院議員が主要政策に掲げていた教育無償化について大賛成だ、親ガチャなどという言葉を死語にしようと訴え、吉田陣営の支持を獲得したということなんですけども、そんな程度ですかという感じですね。でもなんかこの発言って、はい、ちょっと前原潰しなんじゃないかなと思うところがあって、あ、なるほど、前原さんって国民民主党抜けて教育無償化を実現する会っていう、はい、みんな忘れてる政党を、はい、作って今活動されてるんですけど、はい、まあ、今5人ですかね、はい、で多分次の衆院選では、うん、もう破滅的な状況になるんじゃないかなと確かに思いますので、確かに、だから全然話題になってないですね。そうですね、はい、だからまあ立憲との合流とか、うん、維新との合流とか、はい、まあ、何らかの形で、うんうん、まあ、可能性としてはあるんじゃないかなと、はい、だって単独で党勢拡大しないですもん ね、 そうですね。いや今こそ前原さんなんて人いないですもんね。ないですね。だってまあ今梶谷さんから言われなかったら、はい、前原さんって忘れてましたしで前に前原さんって言ったのも、はい、梶谷さんが国民から出てったって時以来ですよ。いや僕も今この教育無償化っていうので、はい、不意にこうパッと思い浮かんできただけなので、はい、それなかったら完全に忘れてましたよね、はい、そうですよ。だから、うん、風谷さん以外に注目してないですよ。前原さん、前原、まあ、一応国政政党として、はい、そうですね、残ってますので、はい、まあ、ちょっと注目はしていかなければ、うん、だって参政党より議席あるわけですから、あ、確かにね、はい、5人ぐらいいる、ね、そう5人はいるって、はい、社民党よりも党勢があるわけですから、泡沫じゃない、そう、泡沫ではないっていう、泡沫ってほどじゃない、そう、泡沫の中 の、はい、上位クラスにいるっていう、あ、そうですね、はい、はい、確かに、泡沫の女王みたいな感じですね、確かにね、はい、ま、負け組の勝ち組、負け組の勝ち組みたいな。そんな感じと政党なんですけど、はい、まあ、ちょっとこれは前原さんも意識していたんじゃないかなというふうには思いますけど ね、はい、野田氏がノーサイドを重視するのは枝野氏を支持した地方議員や国会議員に意向を残しては党内運営はおぼつかないためだ、うん、はい、野田氏は、代表選出後の記者会見で自公を過半数割れに追い込む、野党の議席を最大化するのが現実的な戦略だと強調した、うん、はい、うん、連携相手として国民民主党に加え日本維新の会も排除せず共産党とは政権を共にすることはないとしつつ対話のできる関係は必要だとの考えだ、うん、立民の小選挙区の立候補予定者は現段階で193人、このうち維新と約6割、共産党とは約5割が競合しており、立民側が出馬の取り下げを迫られることもあり得ると、はい、まあ、これ調整が非常に難しくそうです、ね、なりますよね、はい、共産は野田氏の保守的な姿勢などに反発し、次期衆院選で、野田氏の地盤である千葉県の14小選挙区で、独自候補の擁立を目指すなど揺さぶりを強めている、うん、ということなんですけど、はい、これ共産党とかも野田さんのところに来て、うん、はい、であと石丸伸二さんとかって、はい、なんかそんな発言してましたよね、うん、野党第一党、まあ、立憲民主党の選挙区に自分が立ったらみたいな、うん、はい、はい、うん、そういう構想を掲げていたと思うんですけど、はい、共産党が出て、うん、でさらに石丸さん出たら、はい、野田さんワンチャン落選するんじゃないかなっていう、さすがにでも野田さんは選挙には強いというか、まあ、地元活動もやってきましたからね、うん、そうですね、うん、ちゃんと駅頭ね、演説はずっと欠かさずやってきた人ということらしいですから、うん、さすがにね地元の人もねいやなんかそう言うと前振りみたいになっちゃうんですよね。さすがにみたいな。もうまあそうですね、はい、まあ、応援は野田さんは、まあ、他の、まあ、立民の中で一番マシな人なんで、はい、その分は応援するけれども、うん、負けたからといって残念があるっていうタイプでもないっていうかね、うん、はい、立民自体なくなってもいいなって思ってるんで、そうですね、はい、私は、まあ、なくなるっていうのが一番の国益なんじゃないかなと思ってしまいますからね。だから石丸さんが行くのもよしと、うん、それはそれで面白いかなというふうに思いますけど ね、 そうですね、石丸さんってそういうので話題作るだけで、うん、結局
どこ行くんでしょうね、横浜市長選に行くのか、あ、うん、なんかどっか何をなんか定まったところはちょっと言ってないですよね。そうですね、だから都知事選出て、うん、まあ、今もなんかネットの番組とかで、そうですね、結構あの再生数を持つ男なんですけど、うん、はい、どこ行くのかなっていうのが読めない、そうですね、はい、うん、最終的にどこ目指してるのかなっていうのも読めないっていうのがありますよ ね、 すね、早めになんかどっかへ落ち着かないと、うん、あの玉上さんって、はい、あの独立したばっかりの時って、うん、あのすごい再生数も持ってたし、はい、講演会やったらね、うん、あの玉上さんの一番高かった時の講演料って200万ぐらいとか取れた、もう日本で一番高い、はい、もう集客できる人っていう感じだった時代もあったんですよね、うん、あの時にスパッとね自民党の参議院とかになってれば全然良かったんですけど、今回ね都知事選でもちょっと惨敗したじゃないですか。そうですね、だからやっぱり石丸さんもね今ちょっとこう、うん、議員やるより結構楽だなと思ってるかもしれないんですけど、うん、はい、賞味期限もあるっていうね、うん、はい、そうですよね、うん、まあ、どっかのタイミングで構成を仕掛けて、うん、はい、まあ、実際に当選して仕事するみたいなのも必要なのかもしれませんけど ね、はい、そうですね、はい、で野田新体制は消費税や外交安全保障といった基本政策について党内の一体感を確保することが求められているものの、うん、主張の隔たりは大きく対立の火種となる可能性がある、はい、立民は2021年衆院選と22年参院選で消費税率の引き下げを公約に掲げたが、野田佳彦氏と枝野幸男元代表は代表選の論戦で引き下げについては慎重な考えを示し、給付と減税を組み合わせた給付付き税額控除の導入を主張したということなんですよね、はい、まあ、消費税って野田政権の時に上げることを決めたわけですから、はいはい、まあ、だからなんか過去の自分との戦いみたいになっちゃっているところはありますよね、全然説得力ないっていうかね、やっぱりだから国民もそれを忘れてはいけないですよね。そうです、上げたのは誰だっけ、そうだ、はい、野田さんだっていうのは、そうです、まあ、実際に上げたのは安倍政権の時ですけど、はいはいはい、まあ、これはもう共同プレイになっちゃってるので、そうです、3党合意でね、うん、あの時上げるっていうのを約束で解散するっていうね、はい、変な解散の仕方したんで、うん、あの時ちょっとわけわかんない、意味のわからない、そう、安倍さんがビビってましたからね、そうそうそう、え、いいのいいと思って嘘でしょみたいな感じになってましたから、約束しましょうってなって野田さんがわけのわからない呼びかけしてなんかね、野党側が安倍さん、はい、野党側の安倍さんが約束しましょうって言うんだったらわかるけど、うん、野田さん側が自分で言っちゃったっていう、そう言ってきたっていうね、もう泥船でしたね、あれね。本当ですよね、見事な、はい、自分で負けに行ったっていう、そう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 、そんな感じがありますよね、はい、うん、で、まあ、今回野田さん勝ったんですけど、うん、まあそんなに大差つけたわけでもないんですよね、はい、これ1回目の投票で野田さんが267、うん、枝野さんが206、はい、泉さんが143、はい、吉田さんが122という、まあ、票数、まあ、これ合計の票数ですけれども、はい、まあ、獲得して、はい、で2回目の決選投票で野田さんが232、うん、枝野さんが180なんですけど、うん、はい、国会議員票に限ってみると、うん、野田さん144対枝野さんが126、うん、なので、うん、そんなに大差ついてるわけでもないんですよね。そうですね。でやっぱ党内の基盤が、ね、ちょっとこう左派勢力というか、はい、リベラル勢力が結構多いので、はい、真っ二つでしたね。そうですね、感じとしてはちょっとだからややこしい勢力もいるから、そうです、ね、野田さんとしては新代表になったけど、うん、党運営はかなりうん、難しいだろうなと、そうですね、いうのはありますよね、はい、というかあの泉さんかわいそうだなと思いましたね。あ、僕はなるほどね。泉さんなんてこの3年間割と頑張ってたと思いますよ、はいはいはい、だってあんなめちゃくちゃな党で、はい、党勢自体はなんていうか悪くしてないじゃないですか。そうです、この前の補選でも勝ってるわけですし、です、まあ、あの自民党のチョンボっていうのありましたけど、 そ、ね、まあ、その機に乗じて、はい、なんとか議席を増やしたという実績があるんですけど、はい、ちょっとなんかこの仕打ちは、はい、かわいそうだなっていう、まあ泉さんも花がない人ですからね。まあそうですね、やっぱりね。あ、確かに。いや最近ネットフリックスで極悪女王っていう、うん、ドラマが配信スタートしたんですけど、ネットフリックスっていうとこの前の地面師たちとか、うん、はい、結構面白いドラマ作るじゃないですか。やりますね、で今回の極悪女王でも80年代の全日本女子プロレス、うん、はい、全女王を取り上げてるんですよ、はい、主役ダンプ松本さん、はい、でまあそれをユリアンさんが演じてるっていう感じなんですけど、 そうですね、はい、そこでもやっぱりその実力ナンバーワンと人気ナンバーワンは、うん、はい、違うっ
ていうのがあって、ただその作中ではジャガー横田さんがやっぱ実力がもう周りから認められてるんですよ、はいはい、いや一番なんだけど、うん、ただ花がないっていう、はいなるほどね、ところで当時のクラッシュギャルズとか、はいはいそうですね、なんかそういうところが人気があるやつが出てきてっていうことですからね、うん、そうなんですよね、はい、だからなんか泉さんってジャガーさんなのかなっていう、うん、あ割と実力もないからね。でも実はあのラッキーで勝っただけだからそこはちょっと違うかなって気はするんですけどね僕的には。いやかといって、はい、あのクラッシュギャルズもいないんですよね。クラッシュギャルズもいないっす。クラッシュギャルズもいないっす。人呼べる人がいないっていう。あいないですね。確かに人呼べる人いないですね。確かに。動画のご視聴ありがとうございました、動画への評価そしてチャンネル登録もお願いします。カズヤチャンネル GX では、毎日18時に動画配信、毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますので、ぜひご覧ください。